はい、こんばんは。こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。吉岡の顔が全開なんですが、失礼します。それで、よし。では。じゃあ、いってまいります。前もがめ、どっか行きました。ちょっとね、後ろの方に飛んで行きました。こんばんは。皆さんお元気でしょうか。こんばんは。早く来てくださる方々、ありがとうございます。ありがとうございます。タロッチョさん、カイチュンさん、ドンちゃんさん。あ、負けた。咳が。すみません。すみません。風邪ではないです、一切。息を、って吸いすぎてなっただけです。すみません。すみません、失礼いたしました。高則さん、しなさん、ニキビがすごいからの、近くないと見えないんだよね。なるほどさん、あ、思い出した。白井さん、高則さん、今日は遅刻せずに来ました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう、グッジョブです。学校は休みになるの？そうですね。2日、から休みになります。3月2日から。流れ星さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。ルナさん、入試はいつやるの？3月5日と3月9日です。はい。で、それぞれその次の日に面接があります。はい。こんばんは。タロッチョさん、視力低いの？はい。これ、極大にしてるんですけど、文字を極大にしてるんですけども、この位置だと見えないんですよ。これぐらいしか見えないんですよ、極大でも。そう、すごく悪くなっちゃって。はい。では。コロナではないです。大丈夫です。違います。違います。皆さん、違います。息をすごく、勢いよく吸いすぎて、なっちゃいました。すいません。では。オリジナル曲からいきます。こんばんは、見てくださってる方々ありがとうございます。ではオリジナル曲からいきます。間違えました、すみません。自分次第でした。ありがとうございました。もしよかったら YouTube などでフルで上がっておりますので、もかか中学生って検索して、ちょっとでも気になってくださったら聞いてみてくださるとすごくありがたいです。よろしくお願いします。こんばんは。皆さん、今日も一日お疲れ様でした。大丈夫ですか？お元気ですか？こんばんは。見てくださっている方々ありがとうございます。
こんばんは。マッシュさん、マッシュさんこんばんは。デラックスさん、こんばんは。あら、アドバイスありがとうございます。キツネさん、マリーゴールド行きますか？行きますよ、行きますよ。ちょっとね、まだね、あの昨日と一昨日にまだリクエスト曲が残ってしまっておりますので、その順番でいいですか？すごく大変お待たせしてしまうかもしれません。ファッキーさんこんばんは、イケケイさんこんばんは、フェイシバグさんこんばんは、ただの猫好きさんこんばんは、ありがとうございますリクエスト。ファッキーさん今日新しい髪型ですね。そうなんです、そうなんです、お前髪が吹っ飛んでいきました。最強マシーさんこんばんは、白石萌音さんみたい、あらまあ嬉しいわい、嬉しいわ、ありがとうございます。ミルクティーさんこんばんは。そうそうそう、とシナさんこんばんは、ヤリさんこんばんは、サクさんこんばんは、こんばんは、ナミヒナさんこんばんは、ドカイクスさんってどなたでしょうかね。どなたでしょうかね。ちょっとご存知ないですすみません。ヤーリーさんこんばんは、しっぽさんこんばんは、皆さんこんばんは、ブユーマルさんこんばんは、石川さんこんばんは、ネコマフシグラさんこんばんは、右足さんこんばんは、皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。ほんとね、なんかどこのスーパーもティッシュとトイレットペーパーがないですね。ね、よし、では早速リクエスト曲からいきます。ちょっと大変リクエスト曲が大変大渋滞してしまっておりますので、すみません、なかなかというか、ちゃんと進行がちゃんとできてなくて申し訳ございません。朝のリクエストからでジュジュさんとリクエストあるので、ジュジュさんやったら優しさで溢れるように歌いますので、サビだけワンフレーズだけいきます。じゃあサビからいきます。うん、ちょっと少々お待ちくださいね。少々お待ちくださいね。じゃあ今すぐ会いたいからいきます。いっせーの、今すぐ会いたい、その笑顔にあなたを包むすべてが優しさで溢れるように、私は強く迷わずあなたを愛し続けるよ。どんな時もそばにいるよ。はい、ありがとうございました。ジュジュさんの、ジュジュさんの優しさで溢れるようにでした。ありがとうございました。朝のリクエストでした。ありがとうございました。お待たせしました。あら、なめこの子さん歌声最高、ありがとうございました。ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。よし、そう、学校は休みです。はい、ただ塾が毎日詰まります。その代わりヤーリーさん、高校生になったらタイトルは JK もかかの配信になるかな。 JK やったらパッと見てわかりやすいかもしれないですね。こう JK だったら JC とか JT とかはあんまり知られてないから、私も JC とか JS とか初めて知ったんですよ。小学生も中学生もその省略があるってことが。 JK やったらすごく昔からすごく慣れ親しまれてる言葉だからね、いけるかもしれない。次、シュナさんのリクエストで小袋さんのつぼみいきます。リクエストありがとうございます。こちらも
アカペラになります。申し訳ございません。理解してありがとうございます。ではつぼみいきます。柔らかなからいきます。しなさんありがとうございます。ではくぶるくろさんのつぼみいきます。柔らかなひだまりが包む背中にぽつり話しかけながら、いつかこんな日が来ることもきっときっときっと分かってたはずなのに、消えそうに咲きそうなつぼみが今年も僕を待ってる。手のひらじゃつかめない風に生む風に踊る花びら、立ち止まる花にひらり、上手に乗せて笑ってみせたあなたを思い出す一人。はい、ありがとうございました。小袋さんのつぼみでした。ありがとうございました。しなさん短かったですが、短くてすみません。リクエストありがとうございました。しなさんありがとうございました。喜んでいただけたら嬉しいです。涙出てきた。あらあら、涙出てきた。あた、ティッシュで、ティッシュを詰めてティッシュで。ありがとうございます。私の声にあの涙を流していただけるなんてすごくありがたいですね。ありがとうございます。塩分ちゃんとね取ってね。次、ゴジラさんのリクエストで、ハピネスいきます。ハピネスいきます。愛さんのね、ゴジラさんありがとうございます。お待たせしました。前髪上げると、でもパッと見て今すごくインパクトが、前髪上げると本当に顔悪いねどっち取られていいんだろう。ポジティブに捉えます。卵顔ってことですねありがとうございます。今、あ、そうだ、ティッシュ売り切れや。ティッシュ売り切れなんだ。皆さんティッシュ大丈夫ですか。ティッシュ大丈夫ですか。すごく今ないですよね、どこでも。もうなんか昔のあのパンデミックじゃなくてオイルショックか、オイルショックの時みたいですよね。何度も言うけど絶対に将来の社会の教科書に載ると思います、これは、この出来事は。よし、では次、ゴジラさんのリクエストで愛さんのハピネスいきます。いきます。ハピネス、ハピネス、ハピネス。少々お待ちくださいね。余裕がなくて優しくなれない、そんな時でも。よし、ではサビのちょっと前からいきます。少々お待ちくださいね。よし、では行きます。本当は溢れてるか。 OK、 行きます。ではゴジラさんのリクエストで、ゴジラさんのリクエストで愛さんのハピネス、ワフレーズ行きます。リクエストありがとうございます。では行きます。本当はから行きます。本当は溢れてる、あ、間違えた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 。ちょっとここ無理だな。ホーラーからいきます。ホーラーからいきます。すみません、変更します。ホーラーからいきます。すみません、もう一回いきます。 1,2,3。 ホーラー、こっち向いて、イエーイ、
ございました。はい、愛さんのハピネスでした、ゴジラさんリクエストありがとうございました。大変お待たせしました。ありがとうございました。はい、あ、もう16分、早いな。まだたくさんあるいただいてます、いただいてまして、マーさんヒロインリクエスト、バックナンバーさんのヒロインリクエストありがとうございます。ありがとうございます。大変お待たせいたしますが、明日でもよろしいでしょうか。明日初めはマーさんのリクエストでヒロイン、バックナンバーさんのヒロインから歌わせていただきます。そしてシカウマさんリクエスト、ありがとうございます。ただね、アメグレという曲とテルの歌はまだ歌えなくて申し訳ございませんが、受験後に歌わせていただきますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。リクエストありがとうございます。では今日は15分になりましたので、今日もここで終わりたいと思います。皆さん来てくださった方々ありがとうございました。ありがとうございました。もかかの配信時間を作ってくださって本当にありがとうございました。でいつも見てくださる方々本当にありがとうございます。今日初めて見てくださった方々本当にありがとうございます。お気軽にねフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、YouTube やっておりますので、もしよかったらちょっと覗いていただけると嬉しいなと思います。では今日も皆さん一日お疲れ様でした。本当にありがとうございます。いつもね。よし、では終わりたいと思います。おやすみなさい。バイバーイ。あれ私